皆さんこんにちは、サックスプレイヤーの藤林祐希です。今日はこのエアロフォンプロについて、魅力的な部分も、たくさんあるのでね、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、まず僕が一番魅力的だなと思うのはこのバイトセンサーですね。この口元で実はこのエアロフォンっていうのはその抑揚をつけたり表情付けをできるんですけれども、実際のサックスとかを吹いているようにこの口元をこう締めたり緩めたりすることによってこう音程を変化させることができると。ちょっとやってみたいと思います。こんな感じでですね、口元で、ピッチをコントロールできると。これを応用してあげるともちろんビブラートもかけられるし、しゃくったりとかですね、ベンドダウンしたりできます。こんな感じでですね、もう口元だけで、こんな多彩なコントロールができるっていうのがすごい魅力的な部分だなと僕は思ってます。そしてもちろんこれだけではありません。このエアロフォン、実はこう搭載されている、音源が2つあるんですけれども、まずスーパーナチュラル音色ということでですね、こちらが生楽器をかなりこうリアルに再現している音色になるんですけれども、僕が気に入っている音色いくつかご紹介したいと思います。まずはこのトランペットですね。こんな感じで、先ほどご説明したバイトセンサーとこの口元のコントロールと組み合わせて演奏してあげると、すごいこのスーパーナチュラルの音がですね、生き生きとしてくると。そしてやっぱり僕普段サックスとか、フルート、それからクラリネットなんかは吹くんですけれども、金管楽器ってまあ吹く機会もなければ吹けないので、なんかどうしても憧れがあるんですけれども、そんな金管楽器の音がたくさん収録されていて、それがやっぱり僕としてはお気に入りというか楽しいなと思っております。例えば他ですとこのホルンの音なんかも結構いいかなと思います。ね、なんかこうサントラだったり映画音楽を吹きたくなっちゃうような音色ですよね。そしてもう一つ、チューバなんかも実は気に入ってるんですけれども、こんな感じでですね、もうめちゃくちゃ楽しいっていう感じで、こんなことを夜な夜な一人でエツに入りながらこうやってるんですけども、これ以外にももちろんね、バイオリンだったり、ね、弦楽器、それから木管楽器、いろんな生楽器のリアルなサウンドが収録されております。そしてもう一つ忘れちゃいけないのが、全コア、ね、全コア音源と呼ばれる、シンセが搭載されております。こちらなんですが、ローランドさんの誇る、もう強力なシンセサイザーなんですけれども、これでですね、もうめちゃくちゃいろんな音が作れるんですね。もちろんプリセット音で、たくさん魅力的な音も収録されてるんですけれども、僕個人的にはそもそも自分で音色をどんどん作っちゃうタイプの人なんで、ちょっと今日は作った音色をご紹介したいと思います。例えばこれですね、昔懐かしいアナログシンセサウンドをちょっと彷彿とさせるような音を作ってみました。お聞きください。こんな感じの音ですとか、それから、先ほどご紹介したスーパーナチュラルの音と組み合わせてハイブリッド的な音を作ることもできます。ちょっとご紹介したいと思いますね。僕が作ったのはホーンセクションの
音なんですけれども、基本となる音は全コアで作っていて、その上に先ほどご紹介したスーパーナチュラルのトランペットの音をこう重ねてあげることで、よりリッチでゴージャスな音が作れるということで、こんな音を作ってみました。こんな感じの音が作れたりします。ということで、もう本当にね、この1台だけでもうありとあらゆることができる楽器となっているので、ぜひ皆さんお手に取ってですね、この進化を、十分堪能してほしいなと思っております。本日はありがとうございました。